はい、サムネにあった通り、皆様にお知らせがあります。まあ、おそらく、この動画が上がった翌日ぐらいに、ラブライブ YS チャンネルは終了とさせていただきます。まあ、勝手な判断にはなってしまうんですけど、はい、まあ、急なんですけど、はい、ラブライブ YS チャンネルという、まあ、チャンネルはですね、 えーまあ、おそらく明日あたりをもってね終了とさせていただきますで動画自体、まあ、動画っていうかチャンネル自体削除するとかそういったことではないんですよあのー、チャンネル名をこの度変えさせていただこうかなと、まあ、思っていてっていうのもまあそうだねラブライブネタって言ってもやっぱり時期によってネタが少なかったりとか まあ別にネタが今ないからとかそういうわけではないんだけど今後まあラブライブ一筋かって言ったら俺はそうじゃないのでまあア,ニメアニメ系の中ではラブライブ一番好きだけどね好きだし一番まあ俺の中では詳しいかなって思っているんだけどはい他のことももっとやっていきたいのでねこれからはいこのサブチャンネルねラブライブ専門チャンネルとしてまあほぼほぼっていうかもう約7ヶ月活動してきましたけどここ境にね ちょっとラブライブではなくアニメという大きなくくりでやっていこうかなと思います。まあ当然ね、こう変わることによって、まあ、だいぶ見づらくなっちゃう人。まあ要は本当にね、登録してる人ってラブライブ専門だから登録してたっていう人も中にいると思うんで、まあ迷惑かけちゃうこともあるかもしれないんだけど、かといってやっぱそういう、まあそういう人にっていうか、まあ本当に全員に対して合わせることってやっぱできないので、ってなった時に、 まあ自分がどうしたいかっていうのをやっぱり一番一番に置いた方がいいのかなと思ってまあまずはねそういった大きな括りで、まあ、他のこともこれからまあ、やっていこうかなと思いますだからといって例えば「ラブライブ!」ネタをねすごい極端に少なくするかって言ったら今のところそういう予定はなくってほ本当にもうネタがねどうしもなくなったらまあもっと違う方に移行するかもしれないけど今のところはだってね「ラブライブ!」も全然盛り上がってる最中なわけなので だ専門じゃなくなくりますただそれだけです。はいあとは特に何も変わらないので。なのでまあそれでもねまだこのチャンネル見てくれるよまあ見るよって人ははいこれからもよろしくお願いします。何ってねでもこの動画上がってる今日ね富士急行くんですよ。でバンドリーのコラボやってるじゃない。だからもうそれをネタにしたいんだけどメインチャンネルでネタにしたところでそれこそあの興味ある人。 割合まあ人数それなりにいたとしても割合が絶対少ないのでだったらこっちの方がまだ人数少なくても割合多い方がまあいいのかなって思ったんですよだから理由いっぱいあるんだよね俺がこうこういう風にするっていう理由はねただ単にこのチャンネルでそれがやりたいってだけではないんだよねまあいろいろ考えた結果ですなのでまあ反対されても俺は多分やりますはいなのでねまあバンドリーだったりまあいろいろアニメアニメって言ったらもう相当広くなるんで ラブライブからもうそのアニメってなったけどもう相当広がるんで相当広がるんでもうバンドに限らないですあとは言うてこれサブチャンなんでメインも動きたいまあとにかく無理せずマイペースにまあやっていく感じかなはいで今こうしたけど例えばじゃあまたラブライブ専門に戻しますって可能性もゼロではないのでまあとにかくま,あまずはこれをやってみるっていう 形でで、はい、やらせていただきますのでで、ね、チャンネル登録まだの人もね、はいもう大体今2500人ぐらいになりましたおかげさまで、まあ、ぶっちゃけね7ヶ月で2500人結構なんだかんだ、まあ、俺も頑張ったしもうみんなも本当にすごい見てくれてるなってもう日々思ってるのではい でコメントね、毎回くれる人とかにも、まあ本当に感謝ですね。もう本当に何,何人かね、いるのよ。毎回毎回全てのコメント、まあ、動画にコメントつけてくれてる人ね。はい。これからもよろしくお願いします。今言えてた俺、よろしくお願いします。はい。では、今回の動画は以上となります。また明日から動画更新、頑張りますよ。では、次回の動画でまたお会いしましょう。